はい、どうも、こびしいテレビのカズです。よろしくお願いします。今日はですね、ここは、はい、なんばパークスということで、南海なんばに来ております。ただいまからですね、僕ちょっとね、お腹すいたんで徳島ラーメン食いに行こうかなと思っております。はい、さあ、それでは今から行きたいと思います。出てか徳島まで行く。また。前。すげえな、チャーシューが460円。どういうこと？安いな。お手はささん。さあ、今回は1万系の特急サザンに乗っていきたいと思います。1万系なんでね、ちょっと古い車両ですが、このステップ式ね、ですね。お待たせいたしました。特急サザン和歌山市行きです。ただいま和歌山駅に到着いたしました。和歌山市駅に到着しました。ここで、ね、乗り換えて和歌山港行きに行きたいと思いますと。はい、今回めでたい電車ですね。これ乗って和歌山港へ行きたいと思いますと。お、めでたい列車が片駅で出発しております。はーい、めでたい列車。ありがとうございます。船乗る方いるんか。すいません。あ、すいません。ありがとうございます。船乗るから持っとかなきません。持っとかな。ふいっていうとこでした。顔出しまで。2200円できるんでね。まずね、スマートスキップいいっすね。この距離感ってあれですね、大阪のフェリーターミナル、南港のフェリーターミナルと勝負で駅近の港ですね。さあ、なんだろう、普通にチケット買うと船だけで2200円します。さあ、これに電車が無料でついてるっていうイメージですね。はい、これは安い。海の方はこれ荒れてんのかな、普通なんかな、よくわかんないですけど、まあまあ。パンダフェリー。ターとキャンペーンを何回かやってつけると入場券が当たりまして、これですね、このフェリー葛城に乗るみたいですね。すごいなんかこう昔の百貨店の屋上みたいな感じの。いいのか。はい、徳島港まで着きましたと。はい、ここからですね、バスに乗って徳島駅までとりあえず行きましょう。はいはい、徳島駅まで行きましょう。ちょっと立ち回りか。はいはい、行きましょうね。ここですね。はい、徳島ラーメンを食べに来ました。どうしようかな。徳島ラーメンやな。はい、はい、徳島にて徳島ラーメンを食べてきました。美味しかったです。はい、まあ南海と船でここまで来たら最安にやったら2200円、僕そこに特急料金の540円と、船でグリーンに乗ったんでプラス1000円でなんぼ3720円、3720円でここまで来ました。快適に。はい、それでは最後までご覧いただきましてありがとうございました。さようなら。さあ帰りは贅沢にですね、ここから渦潮に乗ってサンライズで帰りたいと思います。大阪まで切符買う時緑窓口にしたはって言われたね。大阪みたいな感じで。はい、それはまた別動画でやっていきたいと思います。ありがとうございます。